皆さん、こんにちは。現在、永瀬廉さん、高橋海人さんの2人体制で活動するケーイング&プリンス、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの退所により、新体制後のセールスは過去最低を叩き出しました。しかし悪いことばかりでなく、先日発表された新曲のミュージックビデオがファンの中で波紋を呼んでいます。誰もが願っていた再結成を匂わせるものだと話題を呼び、光が見えてきました。今回はキング&プリンス再結成の噂について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。キング&プリンスの永瀬廉さんと高橋海人さんが23日新曲リリースとライブ、新番組について生配信で発表し、新体制での活動をアピールしました。前日の22日をもって平野翔さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが脱退し、平野翔さんと神宮寺勇太さんは脱退と同時にジャニーズ事務所を退所しています。悲しむファンに永瀬廉さんは、もう泣くな泣くなと呼びかけつつ、2人体制となったキンプリの新たな活動を発表しました。6月21日に新曲「何者」の発売、7月2日に東京有明アリーナでファンミーティングの開催、日本テレビ系キング&プリンスルの後継番組筋トレが7月1日からスタートしました。7月2日東京有明アリーナでグループ初のファンミーティングキング&プリンスと打ち合わせを開催したキンプリ、2人体制になって初のイベントで永瀬廉さん、高橋海人さんの言葉から感じたのは、ファンファーストの徹底とそれゆえの攻めの姿勢でした。この日のファンミーティングでは、8月16日に新体制初のアルバムピースを発売し、同27日から全国ツアーもスタートすると発表していました。シングル、ファンイベント、アルバム、ツアーと続く流れには非常にスピード感がありますよね。5人から2人になるにあたって、物理的にもスケジュールがハードだったでしょうし、心が揺れ動いたりすることもあったはずです。永瀬さんは、打ち合わせをしすぎて、これ何の打ち合わせやったっけみたいになっていたと言います。2人でもライブを開催したり、 CD をリリースするのか、そもそも音楽活動を続けるのかなど、不安に感じたファンも多かったでしょう。この形になるという段階では、まだツアーがいつできるかもわからないような状態で、永瀬さんは振り返りました。でも、なるべく早くファンの皆さんを安心させてあげたいし、皆さんの前に立てる場が作れればと思って、事務所の方にいろいろお話しさせていただいた結果、ファンミーティングという形になりましたと開催の経緯を明かしました。5人から2人になると、単純に分担は増えます。ライブの MC も当然2人で喋り続けるわけですし、パフォーマンス面や楽曲のいわゆる歌割りも増えます。それでも永瀬さんは、言葉を選ばずに言うと負担が増えるのが苦じゃないんですよねとさらっと回答。やっぱ楽しいから、その負担すらも苦じゃないなって感じました。2人という空間に食らいついていくのも新鮮ですし、充実感がありますと言い切っていました。しかし新体制後のファンミーティングでは、高橋さんの行動がファンから批判され、永瀬さんとの人気に差がつき、ダンスはバラバラな上に歌も微妙で見応えが全くなもっとも言われ、昔の曲歌われると2人じゃ寂しいなどのパフォーマンスにおいても満足できないファンも増えています。幸先の悪い再スタート、これが原因となったのか、先月発売された新生キンプリとしての初アルバム「ピース」が残念ながら過去最低の初日売り上げを記録してしまいました。通算5枚目となるオリジナルアルバム「2人が歌いたい」にこだわって選曲した楽曲が収録され、永瀬さんとさんそれぞれのソロ曲も初収録。デュオになってからの2人らしさが前面に押し出されたアルバムとなっています。しかし15日付のオリコンデイリーアルバムランキングでは、初登場1位ながらも推定売上枚数は 26.4 万枚という結果。過去のアルバムは軒並み
30万枚を超えていたため、今作が歴代最低の売り上げとなっています。岸優太さん、神宮寺優太さん、平野翔さんが脱退した後のアルバムだったため、セールスの落ち込みはファンも予想していたようです。しかし2人体制になってから初めてのシングル何者は初日売り上げ 46.1 万枚と好調な滑り出しを見せていました。シングルでハーフミリオン近い売り上げを記録したのであれば、アルバムの初日売り上げも30万枚を優に超えても良さそうなものですが、現実はそう簡単にはいかなかったようです。一方の 2B に合流している平野さん、神宮寺さんといえば、合流発表生配信後 SNS ファンクラブを開設し、フォロー数は400万人を超え、インスタライブをすればトレンド入りするなど注目を浴び、9月25日平野さんが自身のインスタグラムでダンス動画を公開し、キンプリの一番や月読みなどの振り付けを担当していた家畑さんと2人で踊っている The First of ショート家畑と称した動画が大反響。ヒップホップナンバーに乗せて家畑さんの振り付けでハイレベルなダンスを披露し、The First of とあることから第2弾第3弾と続くことも期待されています。一方でキンプリは11月8日にはニューシングルの発売を予定しており、それに先駆けて平野さんのダンス動画公開と同じく9月25日に新曲「愛し生きること」のミュージックビデオが公開されました。二人の語りから始まり、世界が終わりを迎えようとしている中で一人の少女と出会い、希望を見出していくといったドラマ仕立ての映像になっています。二人の演技力を生かしたミュージックビデオを見たキンプリファンたちは、映画のようなミュージックビデオに没頭してしまいました。想像以上に壮大な物語で引き込まれましたと絶賛。さらにあるシーンがティアラの想像をさらにかきたてました。ミュージックビデオのクライマックスでは、世界が終わりを迎えるもキンプリやエキストラ演じる5人が生き残り、そして5人が新たな世界へと歩いていく後ろ姿で幕を閉じるのです。一度は離れ離れになってしまった5人がまた一緒になれることを匂わせているのではないかと、再結成を示唆する憶測が広がったのです。もし3人と別の道を歩むのならば、最初は6人、少女がいなくなり5人、そしてさらに3人抜けて最後は2人が歩み出すという演出でもいいはずです。今の状況から考えると、ジャニーズが社名を変更するにしろ、別会社にタレントを移籍させるにしろ、障害であったジュリー氏は経営から完全にいなくるわけですから、再び5人で活動しようと考えてもおかしくはないでしょう。 SNS 上でも、可能性がゼロなら意味深なことはしない、5人を諦めなくていいってことだよねと反応する声が多くあり、9月30日でジャニーズ事務所を退所する岸さんは、 2B で平野さん、神宮寺さんと一緒に活動するのではないかと言われています。こうした動きからもいつかはとファンは期待しているようです。しかし一方で、平野さんらがジャニーズ退所後に合流した 2B に対し、一部キンプリファンが怒りの声を上げています。9月27日、 2B 所属の7人組グループインパクターズが11月8日に新曲をリリースすると発表しました。しかしその日はキンプリの新曲愛し生きることの発売日でもあるのです。発売日が同じなのは偶然という可能性もありますが、 2B とジャニーズはライバル関係でもあるため、ジャニーズファンの間では絶対わざとかぶせてきたよね、タッキーは本気でジャニーズを潰す気なの、せっかくキンプリがミュージックビデオで5人の存在を匂わせてくれたのに 2B が好きになれないと怒りの声が上がることになりました。一方でインパクターズファンからも、関係ないでしょ、負けるのが怖いのなどと一部攻撃的な意見も上がっており、双方のファンの対立構造が加速しかねない状況となっています。簡単にはいかないと思いますが、新体制となる東山紀之率いる新生ジャニーズが
許可さえ出してくれれば再結成は可能です。今回のキンプリのミュージックビデオに対して3人が何かしらコメントを出してくれることに期待したいですね。いかがでしたでしょうか。今回はキング&プリンスの新曲のミュージックビデオから読み取る再結成についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。